来年の大阪・関西万博では府が府内の小中高校生らを無料で招待することにしていて府は先月末を期限におよそ1900校ある府内の学校に対し来場を希望するかまたは未定検討中かを問うアンケートを行いました。吉村知事はのアンケートの結果、 全体の7割余りにあたるおよそ1390校が来場を希望すると回答したと明らかにしました。府は今後、未定・検討中と回答したおよそ2割の学校と、未回答だったおよそ1割の学校に改めて意向を聞き取ることにしています。